カウ TV がお届けしますカウ社長室101。今回は福岡市中央区にありますカウ TV の事務所からお届けしております。実はこの度カウ TV に名古屋から大変有名な社長さんがお越しになりました。何で有名なのかと言いますと、メールマガジン頑張れ社長今日のポイントという2万7000人以上が愛読しているメールマガジンを書かれております、有限会社頑張れ社長の竹澤信之社長です。今回はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろとその経営にまつわること、それからメールマガジンにまつわること、いろいろとぜひ教えてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。お願いします。第1問、体力には人一倍自信がある。はい、あります。早く悠々自適な生活がしたい。いえ。ユーモアがある方だと思います。社長業って難しい。いえ。自分よりすごい人はいない。たくさんいます。10代の頃から社長になると決めていた。いえ。子供にも起業させたい。いえ。10でいいです。とっておきの殺し文句がある。いえ。ズバリ異性にモテる。いえ、モテないです。奥さんの尻に敷かれている。幸い。子供時代は地味だった。はい、地味でした。テレビに出るのは割と好きだ。結構楽しいです。社員全員の顔と名前が一致する。もちろん。生まれ変わっても社長になりたい。変わってから考えます。最後の質問です。今夢を実現している実感がある。あります。ありがとうございました。ありがとうございました。